君に花を、空に魔法、もう花ないよ。茨しかないじゃん。あ、ちょっと咲いてる。死ぬ。ちょっと本当に死ぬって。本当に。ヒースケリフ、あそこに光っているのは、シノの大釜ではありませんか？なんでこんなことするんだろう、茨だらけに。たとえターリアが帰ってきても住みづらいと思うよ、ここ。本当だ。木の幹に刺さったまま。嘘。シノ、シノはどこだ？除草剤とかでも引っ込まないよね、これ。ガオー。牛の頭の怪物。ミノタウルスだ。首ふっといんだよ。あの怪物が手にぶら下げてる真っ赤なものってまさか。ん？真っ赤なもの？え？え？待って。え？シノの頭？嘘でしょ？シノ！シノだ！貴様！よくも！うわ！え、ちょ待って、え？首持ってんの今？デプセバイブルプスノス。どっちも何言ってるか分かんないけど。すごい。庭園の垣根が伸びて牛の怪物に絡みついていく。うわ、自らの策にやられてる。僕たちも協力しましょう。使われてるじゃん。サンレティア。サンレティア、邪魔しないで。ビリジアン。あ、ちょっとギリシャ神話みたいな名前の人いっぱい出てくるな。君は、あ、前ね、ここからはあなたたちは離れなさいみたいなの誘ってたよね。あの時の。よろしくお願いします。ヒースクリスさん、リケ、この子は任せて、シノさんの元に行ってください。ミチルが戦えるか。ごめん、ミチル。うん、気をつけて、ミチル。道行くミチル、道行かないミチル。あ、行かせません。君は魔女なんですか？なんでこんなひどいことを。人形ってこと？この人も。君みたいな悪い魔法使いがいるから、魔法使いが誤解されるんです。まあその通りではあるけどね、実際に。まあそれは人間にもいるけど。私、悪いことしてないよ。母様に会いたいだけ。一心の思いで。ビリジアンは人形なのかな。母様。母様。うわぁ、ミチル。邪魔するなら石にするよ。そんなにターリアと会いたいのか。え、どうすんの。城のさ、全体を使ってもう手足あえて動いてきたら、城から手足が生えた状態で歩いてきたら、え、どうする。それお母さんだと思える。ボロハベーレ。ボロハベーレ。あ、やっぱ血を媒介にしてる。それオズの技。体中が痛い。なんだろうこの匂い。血の鉄と緑の匂いがする。うん、間違い、字ではないと思うよ。ブランシェット城を守るシャーウッドの森の俺の住処の匂い。深層心理だねこれ。死にかけてんだ。違う。なんだこの枝葉は。牛の魔物の体から生えて。牛の魔物の木か。え、ちょっと待って。え、ちょっと待とうよ一回。今シノは首根っこ掴まれてるの？え？くそ、放り投げやがって。痛そう。シノ、割と柔道の素質あるかもね。シノ大丈夫？痛くない？痛いって言ってたか、ごめん。痛い中でも痛くない方。ヒース、なんで戻ってきた。来るな。来るなって。はぁ、はぁ、早くどこかに。はぁ、今アドさんなら確実にトーン上がったよね。はぁ、ほら血が出すぎだ。肩を貸すから。ヒースクリフ、庭園の枝で怪物を拘束しましたが、もう解かれそうで。それいけ。
カタパンマン。離せ、俺の獲物は。ちょっと死にかけてるよ、あなた。獲物？カマならあの木に。カマ。マッツァースリーパス、この手に戻ってこい。手、手がない、手がない、あれ手がないよ。え？もう魔法は使うな。お前、死にかけてたんだぞ。いや、そうだよね。あ、腕あるか、後ろに隠してんの。死んでないだろ。よし、肩をつけてくる。お前たちは逃げろ。いや人生ゴールインしようとしてますよ。もうやめてください。もう本当に怒るよ。家庭崩壊。怒ったっていい。ヒースに会えて幸せだった。うわ、死ぬ気だ。いや、そういうとこだよね、シノって。ヒースクリフは多分シノ以外は何も望んでないんだろうな、あんまり。逃げ延びてくれ、頼む。ああ、命かけられる相手がいるってシノにとっては本望なのかな。一人で戦ってきたから。勝手なことを言うな。俺だってお前を守ると約束した。約束を破ったら二人とも契約違反になっちゃうよね。魔法が使えなくなる。お前は普通の人間になれ。うわ、なるほどね。変な差別もされずに済むと。俺と違ってヒースはずっと普通になりたかっただろう。うわ、うわ。大丈夫ですか、シノ。やはり一人で立っていられないのでは。ヒースクリフってここまでして人間になりたいの？なりたくないよね、別に。平気だ、リケ。多分あいつさ、オズが手こずった魔物。牛の子見ていたかくれんぼ、首太くした人一等賞。ミノタウロス。ミノタウロス。そうだ。何回切っても倒れない。なんで牛と人間をくっつけようと思ったんだろう、神は。誰これやってるの？一緒にやれば倒せる。しつこいな。逃げろって言ってるだろ。行け、ヒースを連れて行け。まあ選択だよ、どうするのかの。でもファースト先生に言われてたよね。頼むから。うわあ、ちょっと死の自己犠牲精神か。彼の美学なんだろうね。枝の拘束を破られた。なになに、もうあちこちでパニックじゃん。ミチル、ミチルの声が。なに、ズボン脱がされた。行け、ヒース。ダメだって、ちょ待って。全員死にそう。全員死にそう、普通に。どうしよう。応援だ。あなた食べさせられてましたよ。いや、じゃ食べさせられてたじゃない、食べさせてましたよ。ち、また記憶が飛んでる。記憶が飛んでる。やっぱ別人なんだ。ランチタイム。騎士様はどこに。すっごい叫び声聞こえたけど。なんだよお前たち、一体何を食って。うわうわ、ああ死にかけてる。え、カイン。何これ。どけ、口を開けろバカ犬ども。あ、別に殺したいわけじゃないんだね、オーエンは。クアレモリト。え、何クアレモリトって。カイン。オーエンはカインに対してどういう感情を抱いてるの。死んでる。死んでる。オーエン。いや、生きてるよね、ギリ。ねえ、どんな気持ち。どんな気持ち。痛いんじゃない。何を聞いてるの。僕がやったんだ、僕がケルベロスを仕掛けた。君の不幸は全部僕の仕業。
小卒のインタビュアーみたい。お前のせいじゃない。何これ俺が怒らせた。無神経なことを言って、小さいお前のこと。まあ確かに、でも離れろって、確かに離れろとしか言えないよね、あの状況って。小さい僕。普通の話じゃないよ。寒い。まずいな、お前まで見えなくなって。嫌だって。なんで仲間に食われて死にかけてるんだ。敵にやられてとかならまだわかるけどさ。僕は見えるんだろ、触らなくても。あ、そうなの。応援なんで応援だっけ。様を。いや、ってかケロベロスってもう人の血の味は覚えてるってことだよね。カイン、魂を食べてるのかな。カイン、喋らない。触ったら見える。ほら手を握ったよ騎士様。ねえったら。いや、なんでここで握手会してるの。助けてよ。返事しないの。死にそうだって。バカみたい。何それ。目を開けろよ、見えるはずだろう。カイン。カイン死んだ、カイン、どうして。ギトギトだよね、きっと。穴だらけだよね。どうして。僕のケルベロスがかじったんだ。僕が仕掛けた。うわ、全部自分のせいにしてる。なんでそんなこと。これパンチ飛んでくるよ。頭突きかもしれない。知らない、どうだっていいだろ。なんか説明めんどくさいんだろうね。早く治癒をしたら。早くしないと死んじゃうかもね。僕はどうだっていいけど。別にカインに特別な思い入れがあるってわけじゃないの。でも薬剤の方はありそうだよね。し、え、ラスティカ、カインを。珍しくない、殺しかけた張本人が現場にいるって。じゃあね。え、残念だけど僕では助けられない。止血くらいならできるけど。だって今ぐちゃぐちゃなんでしょ。体戻すことできるの。腹部の損傷が激しい。これはフィガロ先生じゃないと難しいんじゃないか。フィガロ先生こっち来て。発煙筒直せない。レッツ発煙筒。君は。自分の体ぐらいしか治さない。僕は何回でも死ねるし。何回でも死ねるの？マリオみたいだね。カインは一度じゃないかな。あ、そうなんだ。北の魔法使いは何回でも死ねるんだね。わかってるよ、そんなこと。シュガーは？食べさせてみる？すっごい焦ってる。焦ってない内心。その前に止血をしよう。お腹から出てきてしまう。胃袋が？うわ臓物出てんじゃん。早くやってよ。うわマジで。フィガロ、お城の中にいるのかな。オーエン、フィガロの気配する。ちょ、カインの臓物が出てるって今。知らないよ、よくわからない。いないかも。いなかったらカインの運命を信じるしかない。いや、嘘。せめて戦って死なせてあげようよ。せめてね。仲間に殺されるの本望じゃないでしょ、カイン。何それ、バカみたい。あら、人数
数が増えたようですわね。何人いても同じことですわ。あ、スカーレット、今ちょっとデスラさん今取り込んでるんで入ってこないでいい。おや、先ほどのご婦人が、うん、ですわよ。ボルハメーロ、出た出た、またやってる。ちょっと空気読んだ方がいいよスカーレット。本当に、いや本当にこれは本当にスカーレット好きだよ私。スカーレットですわっていう人大体好きだから私はね。でも今は空気読んだ方がいいよ本当に。ボラフォレストビエッセ、あら、なかなか手強そうな方、気に入りましたわ。紳士 VS ですわ。少しお相手をする必要がありそうだ。クロエ、会員を頼めるかい。でもこれってさ、どういうこと。だって北の魔法使いは止めれるほどの力がありつつも、南の魔法使いに魔法を止められる、南じゃなかったな、西、東、西だよね。西か東か、どっちか、右左右のどっちかのさ、魔法使いに止められるってことは攻撃力はそんなにないってこと。頼むって俺にできるかな。応援励ます。え、なんか服を縫う要領で体縫えない。クロエならできるよ。前に月食の館でクロエは見事に賢者様をお守りしたじゃないか。うん、そうだね、月食の館。ん、同じようにしてごらん。今のカインは体を損ないすぎて魂まで弱っているから。ああ、最初の方か。え、魂、やっぱ魂を食べたってことなのか。カインの傍らでできれば彼の体に触れながら祈りを。神頼みなの。行きますわ。ダメですわそれは。一回ちょっと今ポーズ画面になってるから。失礼、少々お待ちを。ちょっと待って。あら、私ったらせっかちでしたわね。どうぞごゆっくり。 ありがとうございます。話がわかる方でよかった。お待たせして申し訳ありません。お気遣い感謝いたします。うん、どういたしまして。 ありがとうございます。今 BGM もねちょっと疲れ始めてるから、みんな休憩した方がいい。クロエ、カインのために祈ってあげるといい。クロエの気持ちは必ず形になるよ。素晴らしい魔法が生まれる。あ、なんかラスティカって気持ちを大事にしてるよね。あ、言ってた、そういえば。魔法は心なんだって。わかった、やってみる。うん、応援クロエをよろしくね。応援、バカみたい、祈りなんて力にならない。でも心の強さは魔法に影響するんでしょ。そんなものは届かない。こいつだってすぐに死ぬ。ケルベロスにここまで腹を噛まれて生きていたやつはいない。うわ、やだ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 。うわ、歯が強いんだろうね。トラフグぐらいあるのかな。じゃあカインはきっと初めての人になるよ。確かに。何それ、前人未到。祈りだよ、祈りってこういうことだろ。俺はいつも祈ってた。多分カインは後々ドヤ顔で書くだろうね、自分の肩書きに。ケロベルスから生還した男って。通じなかったろ。通じなかったろ。通じたよ。うん、応援は理解したい気持ちもあんのかな。心について理解できないけど。ラスティカ、ちょっとわかんない、気をつけて。一番応援がわからん。死んだりしないでね。何をしたいのかわからん応援が。約束するよクロエ。カインが死にそうな時に焦った顔したり。大丈夫？それではお嬢さん、お相手をさせていただきましょう。いらっしゃいませ。よろしくってよ。ありがとうございます。マドマーゼル、アモレストビエッセ、アモレストビエッセ。死なないでラスティカ。
イン。カイン。え？頑張ってね。え、ちょっと、このゲームってさ、ま、メインキャラ死ぬことってあんの？なんか、私的に今、空から味方の強キャラがバーンって降ってきて、で、助けに来るかと思ったんだけど。スイスピシーバ、ファイティングオーク。うわぁ、いや、こんなだって、穴だらけの味方見たくないよね。バカじゃない。泣きながら何をやってるの？メビウスの輪みたいになってるのか。泣きながら何をやってるの？ちょっと応援！やばいよ、発言。あの紳士が心配なら僕にこう言えばいいじゃない。応援、あの娘を殺してきて。え？僕は北の魔法使いだ。あの紳士より僕の方が強い。何をためらってメソメソしてるのさ。あ、依頼されたら行くんだ、ちゃんと。それとも本当はあの紳士に死んでほしい。身売りがうまいな。応援が自分で決めるならともかく俺から言ったりしないよ。あ、言わないんだ。意気地なし。ナスティカは心配だけど、応援は別にいいなんて思えない。思っちゃダメだよ。ああ、優しい子だ。ほんと優しいね。ちょっとクロエ、魔法使いに向かないかもな。逆におまけに偽善者。偽善者っていうな。おい、俺は家族の中でそうだった。俺は痛い目にあってもよくて、俺は泣いてても笑われててもよかった。きっと死んでも誰も悲しまない。誰も俺のために泣いてくれない。分かってて愛されようとした。なんか北の魔法使いみたい。愛されなかったらこう言われると分かってたから。ねえ、ちょっとあれやって。怪我するかもしれない。だから、はあ、痛い目にあってもいい人なんていないよ。そんな人に選ばれたくないでしょ。でも、それで人が死ぬとしても、もっと大勢の人が亡くなるとしてもって聞かれたらどう答えるんだろうね。そんな風に人を選んじゃダメだよってラスティカが教えてくれたんだ。ラスティカは心を教えてるのか、クロエに。だから俺は言わない。ラスティカもカインも失敗だけど、なんかちょっとカインの精神と似てるかも。ラスティカの弟子だもん。魔法の力は弱くても心まで弱くなりたくないから。おい、どこ行くの？お前がピーピーうるさいから僕があの女を殺してく。まだ人の心ある。なんだ、僕の力なんかいらないじゃん。あ、応援って本当に直せないんだね。お前に見えないかもしれないけど、ラスティカが勝ってる。十分強いよ、お前の師匠。あ、そうなの？ラスティカ強いんだ。ラスティカ、ラスティカ、ねえ、あれやろうよ。あいつが言ってたバカバカしいやつ、カインを守れるっていうやつ。なんか声も変わりそうだよね。なんか今
時も北の自分と魔法使いの仲間としてやっていく自分が綱引きしてるように感じるけど。祈り？うん、僕はやったことないけど。え、祈るの？応援が？教えるよ、一緒にやろう。まあ、名前が応援だしね、祈ってもおかしくないよね。応援だもん、応援だもん。生きながら城になった魔女ターリア、それがこの城なんですか。え、どういう戦隊もののヒーローのロボットの最終変形みたいな感じを想像すればいいの？足とか入るのかな。面白いだろう、なかなか思いつかない発想だ。城になりたいだなんて思ったこともない、城になりたいなんて。あーでもなー、いやディズニーランドのさ、シンデレラ城とかになればずっとディズニーに入れるんだよね。そういうメリットあるよ。アトラクション乗れないけど、ショーも見れないけど、あんまり。じゃあ、ムルの友達のターリアさんがみんなを襲って。え、でもターリアってそんな人なの？今の彼女は変容しているんだ。ショックな出来事があってね、自ら呪われた古城となってしまった。え、もともとは新品だったってこと？新築だったってことなのかな。それターリアが使ったからじゃなくて？でたらめを言うな。もう病んでる。本当のことさ、君が一番よくわかっているだろう。ターリアを殺したんだから。え、なんか、え、ターリアはさ、お父さん、夫にさ、こんな何、幼稚園で使うようなキラキラの石いっぱい集めて部屋中汚してるのを見るとショック受けるんじゃないかな。ターリアさんを殺した？え？ターリアさんを殺した？殺していいわけないよね、ターリアを。殺せないし、城だから。勝手は。あと一応やりましょう。君の花を空に魔法を。ターリアさんを殺した？え、ターリアキラーってこと？違う。違う？俺は物に宿っている記憶が読める。この古城が告げている。ん？柱や階段が。俺に囁くんだ。物に喋れるってこと？あ、だから物の過去を見れるんだ。え、そんなことできんの？すごっ。え、じゃあさ、昔の発掘物とかも本物か偽物か見分けられるってこと？城と同化していくターリアを呪いと悲劇と決めつけて、オビシウスは城に火をつけたと。は？は？明智光秀みたいなことしやがって何してるの？違う違う、デタラメだ。デタラメ？真実を暴かれたくらいで取り乱すなんて退屈な男だ。は？は？え？え？タリアが悪いんだ、お前に騙されて馬鹿げたことを言うから。被害者面じゃん、ミスター被害者面だこの人。いや、おかしいと思ったんだよ、こんな子供部屋に住んでるし。ターリアが泣いてる。誰に向かって自己弁護を？ここは法廷じゃない。それとも賢者様に裁いてもらうかい？あ、はい。え、私？私は巻き込まないでください。え、俺？うるさい。もし現れなければ俺はターリアを妻に抱き。え、キモ。あ、え、止まって、気持ちが悪いよ普通に。え、妻じゃなかったってこと？裁判長、発言許可を。あ、裁判長、私のこと？あ、はい、ムルハートさん、どうぞ。あ、凡人ですけど。先ほどは妻と呼んでいたのに今は妻にできたと。え、え、あ、ごめん、ね、気持っていうのも傷つくよね。気持ちいい、気持ちいいことしてるね。いや、気持ちいいもんな。オビシウスに賛同してるみたいで、私オビシウス宗派じゃないので。あ、ほんとだ、結婚していたわけじゃないんですか。え、ストーキングじゃん普通に。じゃあそれはどうだっていい。同じことじゃないか、言葉ちりを取るな。いや、言葉自体を取ったんだよ。どうだっていい、なら君は今から俺の妻だ。え、オビシウスが？殺すぞ。うわ、私の方が可愛げあったわ。まだキモイの方が。賢者様、
俺の妻を紹介しよう。オルブボン、愛しいオビシウス。さあ会釈して。え、大丈夫ですか？今妻に言葉の DV 受けてましたけど。ボロハベール、出た。ダメだって、言葉の次は暴力。オビシウスが呪文を唱えると風に吹き消された火のようにムロは消えてしまった。消したよ。うわー、ちょっと被害、ミスター被害者ずら。え、ちょっと、え、ターリアが自分で望んだの？それでさ、ターリアが何、ここに戻ってきてほしいと自分に暗示をかけて、で自分の都合のいいようにしたってこと？茶番じゃんこれ。ムルはまさか殺された、うん、あ、ハーブサファイアのかけらが落ちてる。よかった。うん、食べさせよう。また美味しいのかな。わずかに緩んだ片手の茨を解いて、俺は気づかれないようにこっそりと紫のかけらを拾い上げた。やった、紫っていうのはね。なんだか落ち着いた色だよね。オピシウスは怒りのあまりにまだわなわなと背中を揺らしている。ちょっとやだオピシウス。やだ。え、だって一方的な思いってことでしょそれ。その恋のヒストリーもさ、本当かもわからないじゃん。じゃあ魂のかけらを壊されたらムルは元のムルに戻れないかもしれない。そうだね。手首の袖の奥にムルの魂のかけらをしまい込みながら俺は心の中でつぶやいた。でもそのかけらのムルはオビシウスと婚約してしまったから今の縛りができたんじゃないの？え、これでもう事実上オビシウスと夫婦になるってことだよね、ムルは。だって口で約束してしまったから。ムル、少しの間じっとしていてくださいね。オビシウスとムルの夫婦か。まあ、うん、本人たちが望むなら別にいいけどさ、おすすめはしないわ私は。バカバカしい、実にバカバカしい。人形の操りしかと思ったら自分が一番過去に翻弄されてるじゃん。結局あの女は学者先生と一緒に俺を嘲笑っていたわけだ。うわうわ、もう典型的なストーカーじゃんこれ。だってどれほど思っても心は通わなかった。いやそれだって知っていた、分かっていたさ。好きじゃないんですよあなたのことを。だから彼女を蘇らせてもう一度やり直すんだ。やり直しても好きにならないでしょ。何、魂だけじゃなくて体だけ欲しいってこと？空の魔獣、海の魔獣、血の魔獣に聖なる贄を与えれば幽霊船も幽霊城も蘇るという。で、引いてると思うよみんな。ねえ、多分オビシウスの味方オビシウスだけじゃない？あともう少しで今度こそ思い通りに。ドロドロしてるけど、これはヒルドラのドロドロの仕方じゃない。ヒルドラの中で繰り広げられるドロドロドラマの外にいる人だよこれ。悪い思い通りにするためにタリアを蘇らせるんですか？俺の質問を聞いてオビシウスがジロリと俺を睨みつける。おかしいじゃん睨みつけるの、自分が悪いんだから。怯えながら、ひるみながら俺は告げた。ターリアはあなたの人形じゃないんですよ。いやそうだよね。なんでこういう思考になるんだろう。お城の人たちも魔法使いのみんなもあなたの都合のいい人形じゃない。あ、よく言ったな凡人。傀儡人形のお前がよく言う。傀儡人形？賢者とは名ばかりの居場所のない異端者のくせに。うるさい。居場所は自分で作る。凡人テリトリーというものがあってな。居場所のない異端者、寂しい言葉にズキリと胸が痛い。助けて誰。だけど視界の隅で不思議な花びらの窓に映る魔法使いたちを見た。胸を震わせるような切なさと虚しさが込み上げてくる。居場所ならいつも異端者と呼ばれているみんなが俺に与えてくれる。そうだよ。決して偉大な魔法の力ではなく、落とし物の拾ってくれるように通り過ぎた後で振り返って笑いかけてくれるみたいに。いや本当だよね。
帰れる場所があるって幸せだよね、やっぱり。そういう人がいなかったんだね、オビシウスは。ほんのささやかな気遣いとつながりで、俺の居場所を作ってくれた。愛情に飢えてたのかもね、じゃあオビシウスは。だから俺もみんなが息をしやすい場所を作りたいと心から思ったんだ。でも愛情に飢えてたとしても、クロエはそんなことしてないからな。やっぱオビシウスはやべえやつだ。オビシウス、今すぐこんなことはやめてください。これ以上みんなを傷つけないで、傷つけないで、傷つけないで。口を開いてありったけのぶつける。大丈夫かな、これ宇宙空間だから響いてないんじゃない。強大な魔力を持った相手には意味のないことだったかもしれない。だけどその時、え、奇跡は起きた。奇跡？突っ込んでくるの？今車で突っ込んでくるのかと思った。オビシウス、今すぐこんなことはやめてください。何ここ。これ以上みんなを傷つけないで、うん、賢者さん。あ、ネロネロネロじゃん。ちょっと、え、怖かったんだけど、助けて、もう、あの人。で、あの人、ちょっと、やばいって、本当に。賢者様の声が。うん。で、あの人、やばいって。これ以上、みんなを傷つけないで。え、賢者様。賢者様の声が聞こえましたか？なんでこんな響いてるの、みんなに。あ、私、直接脳に語りかけられるタイプ？ああ。え、すごくないこの能力。あ、青ぞ青ぞ。賢者様。あ、黒いだ。賢者様の声が聞こえた。なんか聞こえてるらしい。自覚なの。おい、なんか反応してよ。あれ、ね、賢者様近くにいるんです。あなた呼びました。なんでここ緊張感ないの。呼んでない、呼んでない。あ、フィガロ来るよ。ほら、フィガロ先生呼びました。フィガロ先生、フィガロ先生こっち来て。フィガロ先生危ない。ミスラの…賢者様の声…賢者様の声…はい、賢者様、助けてください。ちょっと…な、みんなの声が聞こえる…よかったね、今悪口言ってなくて。ね、バカとか言ったらバカ、バカ、バカってみんなに言ったように聞こえるんでしょ。私、居場所いなくなるよ、居場所なくなるよ。みんなに声が届いた。何を言っている。よかった、悪口言ってなくて。みんな聞こえますか。下ネタとかも言ってなくてよかったね。もう一度声を張り上げる。うん。するといっぺんに返事が返ってきた。あと暴露もしなくてよかった。聞こえております。賢者様、ご無事でしたか。今どちらに。なんかトランシーバーを持ってる、もしかして。賢者さん、あんたは無事か。ファーストやうちの子供たちはそっちにいんのか。いや、多分私あと1時間も生き残れないと思う、この状況。賢者様、大変なんだ。カインが。ちょっと待って、そっか、カイン知ってる、知ってる、全部見た。ミチルは、ミチルは無事です。ちゃんと見張っててくだ。ちょっとフィガーロ。何してんの、これね、キムタクなんだけど。ね、キムミスなんだけど。あの、すみません、難しいと思うんですが、順番に。助けてください、賢者様。シノが死んじゃう。ちょ待って。ね、ちょっと待ってよ。ミチルもヒースクリフも怪我をしてます。牛と女の子が。今2箇所がやばいんだよね、きっと。ボロハベール。ボロハベール、やめて、それやめなさい。もう私これからサンディティアエディフ、オズのボロハベールにも嫌悪感で、そう、ここまで連呼されると。もうみんな魔力がなくなりそうです。もうやばいじゃん。オズってどんだけやばいの、本当に。力ありすぎじゃない、ちょっと。私にちょっとぐらい分けてくれてもいいんじゃないの、オズ。ひどいよ。アーサー様、オズ、カイン、助けて。うん。ちょっとみんな、やられそう。助けられないんだよね、オズ、今、捕まっちゃってるから。リケの声を聞きながら、俺は食い入るように中庭の光景を映す窓を見つめた。窓を。シノとヒースクリフはミノタウルスに、ミチルとリケが小さな魔女に追い詰められている。え、じゃあもうだとしたらオビシウスをやるしかないよね、これ。みんなの声は俺にしか聞こえないようだった。でもオビシウスやっても魔獣が戻るわけじゃないのか。俺が判断を間違えば最悪のことが起きてしまうかもしれない。え、そうだよね。プレッシャーに胃が縮んでブワッと額に汗をかく。パニックを起こすわけにはいかない。うわぁ、これ賢者の仕事も辛いなぁ、本当に。一度深呼吸をして、俺は花びらの窓を睨みつけた。
え、なんか初めての大仕事じゃないこれ。今まではさ、なんだかんだ魔法使いたちにさ判断委ねたじゃん。オズとかも最終的にはオズの判断で私と力を合わせようってなって導いてくれたんだけど、今回に関しては私の判断だからね。報告します。はい。中庭にシノとヒースクリフ、リケとミチルがいます。敵はミノタウルスと子供の魔女。うん。シノが重傷、ヒースクリフとミチルも怪我をしています。でも、誰か救援に向かいますか。だからミスラがそっち行って、でフィガロ先生が行けばいいんだよ、カインのところに。リケ、リケ出れないんだよね、そっから。シノが重傷、中庭の方角は。うわ先生、この窓の外だ。茨に覆われていて見えない。嫌な張り付き方。ここから闇雲に攻撃してもミチルたちに当たってしまうかもしれない。え、でも城が生きてるならダメージ食らうかも。いです。俺が窓から抜け出して救出に。え、行けないでしょ。無理だ。無理だよね。茨のツタに襲われるだろうだと思った。だろう系。ミチルが怪我を。あ、ルチル心配だよね。俺が行きます。そうだよね、ミスラしかいないよね、この。そうしてくれ。あ、フィガロ先生、俺も援護す。フィガロ先生、待って、フィガロ先生、待って。そのフィガロ先生のパンツの中に今から入るから、私。まだ生きてる。死んでもらうわ、赤髪の色男。ちょっと待ってよ、バイオレット、色が真逆だからって殺すことないじゃん。ボロハベール、ボロハベール。ね、ボラハベールに権利はないんですか、その名前的な。ミスラ、ミスラ、ミスラさん。あ、フィガロさん。うわうわうわ、もう最悪これ。何、噛みつかれた。くそ、しつこいな。もう二人に臓物出るじゃん、二人目。リヴァイアさんごと移動するにしても空間の扉を開くのに時間がかかる。うわ、あ、でも汚い魔法使いは直せるのか自分。ミチル、散った。ちょっと、え、何、え、どうしようもない、お手上げなんだけど。賢者よ、ミスラが海中に引きずり込まれた。いや、わかっ、私そっちに行けないよね、だって。こちらは我らが何とかする。しかし救援は無理じゃ、あとは頼んだぞ。うわ、お願いします、賢者様。ちょ、プリンセスたち。ではルチル。え、なんで魔法使いたちってこんな賢者のこと信じてるの。凡人ですよ、私。双子先生、本当に大丈夫ですか。この絵を持ったまま海に飛び込んでも。うん、絵を持ったまま大丈夫じゃ。そなたのほうきの腕は見込んでおる。我らも結界でカインガとそなたを守る。すごい、結界に長けてるね。行くぞフィガロ、せーの。フィガロ先生、ノスコムニア、ノスコムニア。賢者様、オズ、ミチルを頼んだよ。フィガロ先生、フィガロ先生に頼まれたらもう死んでもこのちぎりを破るわけにはいかないじゃん。ポシデオ、ポシデオ。あ、私もいつかポシデオ系になれるか。魔力を放出すればいい。魔力を放出、魔力を放出。そうか、僕たちの存在を示してミノタウロスの注意を引くのか。でも直せる人がいないんで、オズが来てくれればいいんだけど。一瞬でも気をそらせれば逃げる隙が与えられるかもしれない。確かに。行くぞ。ああ、よそ見をするな、妹の邪魔はさせない。まだいたの、ボロハベール。自分も出れなくなってるじゃん。私が娘の相手をする。ファースト、レノックス、頼んだ。ボロハベール、え、なんかオズこの後解明しそうだよね、なんか敵が使ったからやだって。わかった、ボロハベーレ。わかった、シノ、ヒース、無事でいてくれ。はい。ミチル、ミチル、サティルクナーとムルクリード、フォーセターをメユーバー。呪文って長い方が効果強いのかな。うわ、ちょっと何これ、終わってんなこの世界。